まあ、ここからはそのご自身ヨーロッパでねもう長くプレーされて、そのヨーロッパでプレーする日本人選手としてのまあ心構えというか、まあ何かそういうプロとしての矜持みたいなものがあれば、そういうところを聞いていきたいんですけど、やっぱりその冒頭でね、こうリヨンでこう毎日毎シーズンそのトレーニングして競争に勝つことが多分一番大変で、それがまさにワールドカップ毎日行われているみたいなところでしょうから、なんかそういうところの刺激はやっぱり自分のレベルアップ、選手としてのレベルアップのために日々求めて、そういう刺激は求めてるからこそヨーロッパでこれだけ長くやってるってところありますか？そうですね、まあ、やっぱり本当に最初はやっぱ自分一人でというか、まあ、自分がどれだけ、まあ、戦えるのかなっていうのが知りたくて、こう自分で戦える力をつけたくて、まあ、まずフランクフルトに渡ったんですけど、まあ、やっぱそこからドイツで2年、今フランスで7年経験して、そうですね、本当に、もう今じゃどこの国と戦うとしても、やっぱり知ってる選手ばっかりだし、うん、ああ、この選手、こういう選手だなって、やった経験を持ってるんで、まあ、そういった余裕っていうのはかなりあります。やっぱそれが今ここでやってる意味かなとは思います。うん、まあ、あとはそのピッチだけじゃなくて、そのね、プレーするためには多分女子選手なんで自分でやらなければいけない、ね、こう作業であったり、例えば一つ、ね、ビザの更新手続きでも自分でやるんでしょうし、なんかそういう意味ではそのピッチ外でこうプレーするためにそういうことも、まあ、言葉の習得も含めてやっぱりしっかりとその国、そのリーグに溶け込むための覚悟を持って、やっぱり生活面でもしっかりやれてきたっていう自信は改めてありますか？まあ、ビザの習得はクラブが、まあ、今のところフランクフルトもリオンもやってというか、まあ、手伝ってくれたりとかしてて、うん、そうですね、まあ、基本的にはやっぱその国の人たちに助けていただいて、まあ、本当にできてる部分もあるんですけど、まあ、やっぱその国の言葉をこう習得するって、うん、同時にやっぱ大きな信頼も得られるし、まあ、喋れなくたってサッカーできるしって、まあ、思うかもしれないですけど、まあ、やっぱ喋れたら全然違うし、うん、いや変な話ボールも来るし、うん、ところはまあ本当に身をもって経験してるので、まあ、そもそも私は不安を持ってきたわけじゃないので、まあ、最初は本当になんかそうできないの当たり前だしっていうところから始まってて、うん、でやっぱ自分が学ぼうとする姿勢っていうのはまあやっぱ味方というか仲間たちにも認めてもらえるので、うん、まあ、まあやることやってればというか、まあ、そもそもそんな不安に思わずにどんどん来てほしいってところはあるんですけど、うん、どうですか、このヨーロッパでの9年で、まあ、人間として成長できた部分っていうのは、まあ、言葉にできるものがあるとしたらどういうところですか？受け入れられる自分の許容範囲はめちゃくちゃ広がったと思います。っていうのはやっぱ日本じゃ起こりえないというか、日本だったら多分これ起こんないだろうなっていうことがやっぱこっちでは当たり前に起こるし、はい、なんだろうな、もうそれもありなのみたいなこととかって、結構日常茶飯事で起こるんですね。でもやっぱそんなの一つ一つ気にしてたらこっちの身が持たないというか、結構簡単に、まあ今じゃ驚かないですけど、やっぱもう、ああそれもありなんだ、そういうこともあるんだっていう、もうちょっともう笑いながら結構ちょっと笑いからしにできちゃうぐらい、あの受け入れる力っていうのはすごい強いだと思います。まあそういうだからこそ動じないメンタルも多分手にできてる部分はあると思うんですけども、その辺はやっぱり多分ここまでヨーロッパでトップレベル経験してる日本人選手は男女通じてもう本当に少ないので、あえて聞きたいんですけど、多分今までも上手い選手はたくさん見てきたと思いますし、熊谷選手がね、ああ私絶対勝てないなって思った選手もいっぱいいたでしょうが、同時にそういった中で残ってる選手は少ないと思うんですね。でここまでやっぱりトップレベルヨーロッパで9年で、まあ、なでしこジャパンでもね、代表でもずっとコンスタントに呼ばれて活躍し続けられる、やっぱり一時的にトップレベルに到達するとか、その1シーズンはいいっていう選手はたくさんいると思うんですけど、やっぱり5年10年とや
ずっとそのレベルを維持できるってやっぱり並大抵のことではないので、ここまで維持できるご自身の秘訣って何なんですか？いえ、難しいですよそれ。何なんだろう。まずでも怪我しないっていうのは本当一番大きいと思うんです。確かに。なんでですか、怪我しないの？いやあ、あんまりね、怪我、体柔らかいからかな、よく食べてよく出るから。いや、本当にでも、本当に怪我を、多分この10年、ヨーロッパ出て、休んだの多分、本当1ヶ月とかぐらいなんですよ。ああ、そうなんですか。すごい、それは。多分、1回ちょっと足首、試合でやって、っていうのはあるけど、まあ、本当、ちょっとしたね、こうトラブルあって、こう1日2日とかっていうのはあるんですけど、しばらく休んだので、まあ1ヶ月は6週間ぐらいだと思うんですよ。で、やっぱ、それって結構、まあチームとしては、まあなんかあったら、じゃあ、先は大体いるしみたいな、そういうの持ってもらえたら、多分結構、多分スタッフ的にも使いやすいでしょうし。そうですね。あと、いや、でもそれはまあ本当に大きいと思います。怪我しないのは。あとは何ですかね。なんか当たり前と思われるかもしれないですけど、まあ、常にこう、常に 100% でできる準備ができてるっていうのも、まあ一つあるのかなというか、まあ正直、昨シーズンはまあ基本的に出てましたけど、ワールドカップ前のシーズンって、まあやっぱ、まあ今と監督も違うんですけど、出れない時期もありましたし、実際本当にラスト15分とかっていう使われ方をしてた、まあシーズンも実際あって、まあそうですね、まあその時も出たら自分にできることやろうというか、そう思い続けてやってたんですけど、何なんですかね、本当に秘訣はちょっと分かんないですね、自分でも。いや、でも怪我しないっていうところは大きな能力ですよね。まあ、それは一番選手にとって大事かもしれないですよ。そうですね、本当に、でもそれは本当にあの丈夫な体を生んでくれた両親に感謝もしてますし、あんまやっぱ痛みのストレスを抱えながらプレーするってこともほとんどないので、そうですね、まあそこは本当に大きいかなと思いますね。今リヨンでは例えば食事の管理とか、じゃあチームで昼ご飯も一緒に食べるのかとか、その辺の食事面とかはどうなんですか、管理は？あります。昼ご飯までが練習の形で、まあこのコロナの前は、まあ、朝食も、まあ、あの練習前にクラブに行って朝食を食べて練習という形で、お昼ご飯まで食べて練習終了という形だったんですけど、まあこの今のところ、まあ朝ごはんは自由っていう形で、昼はでも全部食べてます。それはまあレストラン、日本ほどそこまでね、やっぱあのカロリー計算をしてとかっていうところは、あんまりないんですけど、まあでもそれでも本当栄養バランス考えて食べることはできてますね。あとまあ私自身がやっぱその食にかなり興味あるんで、ロックダウン中もすごくそこだけはなんていうんですかね、意識してやってたのもあって、ちょっと糖質オフの生活時間を、まあやってみたところであんまりそんな大きな変化感じてないのも現実なんですけど。でも料理も好きなんですね。じゃあ料理そうですね、料理好きというか、あの作らないと、何も食べられないところに行って出てくるわけじゃないと。覚える感じですね、どちらかというと。まあ、食べることが好き、そこはそうですね、料理は毎日してます。あとその今海外でね、元気バリバリでヨーロッパでプレーしてる選手だからこそ聞きたいんですけど、まあ、僕個人的な男子選手と普段接してての感想で、あのやっぱり今日本の男子の例えば J リーグでいうと、やっぱり条件面とか環境は非常に良くなってるし、で情報も若いうちから海外サッカーが当たり前に見れるようになるから、なんとなく 若い選手、10代の選手はみんな海外でやりたい、ね、こうスペインでフランスでプレミアでプレーしたいって言うんですけど、チャンピオンズリーグ取りたいって言うんですけど、
実際にじゃあ覚悟を持ってそういう、ね、自分の日本での地位とかポジションとか条件捨ててチャレンジする選手は昔と比べると僕はまあちょっと年取ったかもしれないですけど少なくなったなっていうやっぱ印象は持ってるんですね。で熊谷選手はまあ多分その出た当初って JFA のねサポートの制度なんかもあったし海外選手特になでしこの代表選手が出やすかったっていうのはあるにせよ女子でもまあ同じような状況があるんじゃないかなっていうふうに勝手に想像するんですけどその辺はこう、まあ、今後若い選手今現状でいうと男子も女子もやっぱりヨーロッパのレベルって高いと思うんで学びしかないと思うのでやっぱり日本人選手がレベルアップを目指すんであれば最終的に目標にしてもらいたいなって僕は思ってるんですけど熊谷選手そういう今のこれからの若い選手に対しての海外挑戦ということに関してはどういうメッセージ送れますか？そうですねもう本当に小田さんおっしゃった通りで私の時はもうたまたまそういう波に乗ったというかやっぱり JFA のサポートもありましたしどん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 選手をこう海外に出していこうっていうその波に乗ったっていうところもあったんですけど、まあ、私個人の経験として二十歳で海外に出て正直出る前私何にも持ってなかったし、うん、まあ決まってからワールドカップ優勝していったっていう形にはなったんですけど、まあ、決めた自分がこうサインした時には日本代表でもそんなにたくさんのキャップ数あったわけではないし、うん、いや本当に正直こうダメだったら帰ってこようぐらいの気持ちでまあ行ったんですね、うん、でまあそれで結局今ここまでいるんですけどいや本当に20で行ってよかったなっていうか、うん、っていうのはすごくあってまあ早いとか遅いとかあるとは思わないんですけど行っちゃったらなんとかなるんだよねみたいなところ正直あって、うん、であんまりなんか私なんか日本での地位とか正直ちょっとどうでもよかったというかなんて言うんですかねあんまりそんなことを考えたことはなかったし、うん、正直こう自分の国だったら戻ろうと思えばいつでも戻れるんじゃないかってところもあったので迷いはなかったですね私が出ていた時でやっぱり今の例えばなでしこの若い子たちには私はもうちょどんどん早く出た方がいいって言ってるんですよどんどんどんもうこんな代表の時だけじゃあ海外の相手をこう体感できて経験できるんだ、うん、じゃあ次それを修正して、うん、もう一回するまでにじゃあ次の代表を待たなきゃいけないわけじゃないですかそっかそっか、うん、でだったらこれ毎日こういうところでやってたら、うん、っていうことはまあ言ってはいて、うん、まあ興味ある考えてるっていう選手の話も聞くんですけどそうですね、まあやっぱでも どうなの、どこまで本気かなんてちょっとこうね、うん、わかんないんで、もう実際、ねえ、どれだけ最初、じゃあ、どっちかっていうと、なんか今ちょっとなんかなんていうんですかね、なんか給料が、環境がっていうのが、うん、どっちかっていうとこう一番になんか来ちゃってるんじゃないかな、うん、そこを選んじゃってるんじゃないかなっていう。印象はあって、うん、そんなの自分が結果出したら実際に環境いいところに呼んでもらえるし、うん、正直お金だって私が当初来た時と今じゃ全然違うし、うん、でもそれって自分がこう認められてそう評価していただいたところでこうなってるんだしっていうところはあるの、うん、そうですねなんか最初ちょっと選びすぎちゃってるのかなっていう印象はあります、うん長くなりましたが最後に、まあ、20-21 シーズンも始まりまして、ねまあ、このシーズンも当然、ね、リヨンでの大事なシーズンとなるでしょうし、ね、ご自身にとってはもうヨーロッパでの10年目で区切りのシーズンになると思うんですね。で、まあ、それが終わったら、ね、1年延期になった、まあ、五輪が、まあ、おそらく待ってるっていうシーズンになりますけども、もう最後に改めてこの今シーズンの意気込み、まあ、目標あれば教えてください。そうですね、まあ、とにかくやっぱり今できることを、まあ、全力でやるっていうのが、まあ、一つ一番にあって
まあ、あとは、まあ、オリンピックのためっていうところもあるし、じゃあ最後にじゃあ本当にまたチャンピオンズリーグ6連覇っていうところいろいろあるんですけど、いやもうとにかくそうですね、とにかく今一番、今もう今は本当に一日一日を大切にしてサッカー楽しみながら全力でやった結果をそのチャンピオンズリーグ決勝、まあ、優勝だったりオリンピックってところにこう出していけるように頑張りたいなと思います。今日はありがとうございました。本当にチャンピオンズリーグね、優勝してこれだけ欧州で活躍する日本人選手なのにこう、ね、メディアでの取り上げ方が少ないなと個人的にもちょっと反省しまして、今日は取材をお願いしまして、もっと日本で取り上げろというところでのメッセージも私は込めてますし、でやっぱ熊谷選手これだけやっぱりサッカーのこともね、プレーのこともやっぱり語れるっていうところを改めて知ってもらいたいなと、まあ、そこが僕に引き出せる熊谷選手かなと思ったので、やっぱりね本当にブスケッツのようにこう頭フル回転でプレーしてるんだなっていうところも今日は本当によく分かりましたんで、まあ、違う本当にフットボーラーね、熊谷早紀を一面を皆さんにはご覧いただけたんじゃないかと思いますので、またちょっと機会がありましたら取材させてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。